イワン・ペトロービチ・パブロフ1936年2月27日は、帝政ロシア・ソビエト連邦の生理学者、リャザンで生まれる。貧しい牧師の長男であった。1857年、高い兵から、敷石の上に落ち住所を追い長く、病床につく。1860年、リャザンにある教会の付属学校で、司祭になるつもりで勉強を始める。1864年、 ギャザン神学校に進学。1869年、ギャザン神学校を卒業。1870年、サンクトペテルブルク大学へ進学。イリア・ファデービチツヨンの弟子となり、下界となる。パブロフは、両危きであったため、手術が上手であったらしい。1876年、軍医学校に進学。1879年、医師の資格を取得。 医師トキンの生理学研究所に就職。1881年、セラフィマ・バシリエーブ・ナカルチェフスカヤと結婚。1883年、博士の学位を取得。1884年から1886年までドイツに留学し、ライプチヒ大学のルドーイヒ教室及び、ブレスラウ大学のハイデンファイン教室に学ぶ。1888年、 消化生理学研究を開始。1890年、軍医大学校の薬理学教授に就任。1891年、実験医学研究所の生理学実験室の長となる。1893年、アルフレッド・ノーベルより医学研究所の規模を倍にできる学の寄付を受け取る。1895年、軍医大学校薬理学教授から生理学教授へと配置替えになる。 1897年、主要消化腺の働きに関する講義を出版。同書は1899年、ドイツ語訳される。1902年、唾液が口の外に出るよう手術した犬で、唾液線を研究中、飼育係の足音で犬が唾液を分泌していることを発見。そこから、条件反射の実験を行う。行動主義心理学の古典的条件付けや、 行動療法に大きな影響を与えた。初期には消化栓の研究を行い、1904年にノーベル生理学・医学賞を受賞。ロシア人として初のノーベル賞受賞者となった。ノーベル賞受賞式では、消化栓の話題よりも、条件反射と無条件反射に関する演説を行った。1907年に、ロシア科学アカデミーの会員に選出される。 1910年に研究用の防音効果を備えた研究室、沈黙の塔の建設を始める。その後ロシアは内戦状態に陥り、1917年にボリシェビキ等が政権を握る。ボリシェビキ政権にノーベル賞の賞金を没収される。1920年6月、生活に困窮したパブロフはボリシェビキ政権に対し、 国外移住の希望を伝える手紙を送る。手紙を読んだウラジミール・レーニンは偉大な科学者の国外移住を避けるためパブロフに対する全面支援を命令。1923年、工事神経活動の客観的研究を出版。1924年、レニングラードの洪水でパブロフの犬が溺死しかける。この事件をきっかけに犬に固定されていた 条件反射が変化したり消滅していることを発見。これにより、実験神経症の研究を開始。1927年、大脳半球の働きについてを出版。1929年、コルトゥシュにて、実験遺伝学研究所に着工。1935年、パブロフは、第15回国際生理学会を主催。スコットランド人生理学者。 ジョージ・バーシャーがパブロフのことを世界生理学会の王子と七カ国語で演説し、聴衆から拍手喝采を受けた。晩年は睡眠や本能などを研究する傍ら、再教育を考えていたウラジーミル・レーニンと信仰を結び、条件反射の発見は全世界の労働者階級にとって重大な意義を持つと賛辞が与えられた。二度目の肺炎の発作の後に死去。 時間減少をし、毎日運動をするなどの規則正しい生活を生涯続けたとされる。1950年、パブロフ生理学の再評価のために、ソビエト連邦科学アカデミアとソビエト連邦医学アカデミアの合同会議が開催される。パブロフ博物館にあるパブロフの犬一般的に、パブロフの犬としてよく知られる実験である。犬の方に手術で管を通し、 唾液の分泌量を測定した。ベルを鳴らしてから餌を与えることを繰り返した結果、ベルを鳴らしただけで唾液を出すようになった。さらにベルだけを鳴らし続けると、次第に反応は消えていくが、数日後同様の実験をしても犬は唾液を分泌する。前者を消去と言い,い、後者を自発的回復という。なお、パブロフの犬というと、単数の印象を受けるが、 実際には数百頭いたらしい。また、実験内容には、倫理的問題を内包するものもある。以下は書籍、罪なき者の虐殺1991年発行、より引用。パブロフは、動物に、精神的苦悶を生じさせる、新たな方法を常に考案する面で、非常な独創性を示した。ある例では、レニングラードの大洪水を経験した犬を使用した。 彼らは水が流れ込んできた時、犬小屋に閉じ込められていて、多くは水の上にかろうじて頭だけを出して何日も耐えていたのである。パブロフはこれらの動物を檻に入れて、その下に水を流し、洪水が戻ってきたと思わせた。この実験は同じ、犬たちに何度も繰り返され、その度ごとに彼らは怯えて苦悶したのである。別の動物は、 二個のメトロノームの刻む表紙の相違に恐怖を感じるよう教え込まれた。表紙を刻み始めると犬は体が震え出し目を見開いて口からよだれを流し深い、あえずような呼吸をし時折うなり声を出しいきなり机の上にどさりと身を沈めた。同じ犬は階段から落ちるのを恐れるように訓練され恐怖に悶えて階段の上で立っていた。 数多くの犬の脳に二度手術を行った後で、パブロフは彼らの苦痛の表示、落ち着かない態度、極端に敏感で、痙攣的な状態、それに伴う明らかにパブロフは意外でもあった、ようだが拷問者に対する、発作的な敵意を描写した。報告の中で、この1904年のノーベル賞受賞者は、次のように書いた。彼らの痙攣状態のひどさは、次第に大きくなり、 死に至るが、それは通常手術の2年後である2年という歳月。しかし、パブロフが特別の愛情で記憶していた一頭の犬がいた。それは雑誌犬で2年間に128回の手術に耐えて死んだ。別名では古典的条件付け。ありがとうございます。